次こちら、ユイシネマを守る会ということで、先日もライブ配信でお伝えしてたんですけども、26日に、昨日ですね、映画を見に行ったんですよね。石垣島は映画館がないんですよ。コロナの影響なのかな、それもあったのかと思いますけども、今休業中という形で、映画館がない状態で、それの灯火を消したくないというところで、ユイシネマを守る会という会が、発足して、でその第一弾が昨日の映画だったんですよね。昨日は2作品出していまして、ノビっていう戦争のドキュメンタリーと、私は分断を許さないっていうこちらのドキュメンタリーですね。でこの2つを上映していて、でそのうち僕らは私は分断を許さないという方を見ました。ネタバレになっちゃうんで詳しくはお話できませんけども、結構ショッキングだったよね。俺は実際あの映画を見て後半泣いちゃったもん。うるっと来てて、すごいいい映画だったなーって、ああいうドキュメンタリーはもちろんテレビではもう本当に放映できないよね。できないよね。モザイクをかけてしまうとリアリティが欠けてしまうんで、大きな映画館でも多分厳しいだろうね。気軽に見られるような映画ではなかったんですけど、ただ見てよかったなって思ったし、ミニシアターならではのラインナップだよね、あの2つは。ノビーの方は僕ら見てないんですけども、予告を見る限りでは結構エグかったんで、これもやっぱ戦争ものでショッキングな感じがしててね、ああいう映画見るのが大事だなって、結局今インターネットがどんどんね栄えてて、自分たちはやっぱり見たいものを見るっていう習慣がついてるんだよね。だからどうしてもそういうのってご縁がないと見れない映画だよね。自分で求めては選ばない。こういった形でね、このユイシネマを守る会がどんどんいろんな自分たちが見たことないような映画出してくれると、すごく興味湧くよね。見たことによって知識にもなるだろうしね。これからもこちらのユイシネマを守る会の活動頑張ってほしいよね。あれ今回第1弾だけど、第2弾を予定されてるのかな。まだ告知は出てないけど、一応その、上映会自体が昨日と今日で、今日もやってるから、それが一段落したら次のお知らせが来るはず。準備はしてると思う。今度どこの会場でやるのかね。今回は、スケアクロっていうライブバーで行われて、客席が15名、15人、だから本当に少ない人数で、そこのソーシャルディスタンスっていうのを守っていて、映画を見る直前のアナウンスでも飲み物を飲む以外は必ずマスクしてくれみたいな感じでね、言ってたしね。もちろん会場入る前は手指の消毒して、検温もして、検温もしてきちっとそこはバッチリ万全体制でやってね、安心して楽しめたね。ユーロードシアターがね、もっとまた違った感じで見られたのかね。ぜひね、あの規模まで大きくなるようにね、頑張ってほしいよね。最終目標は復活させることって言ってたからね。娯楽の少ない島だからこそね、映画って大事なんだなってちょっと思ったね。その他に実は今回映画上映前のアイドルタイムの間に、いくつかお話を聞きました。でそれがその次の下につながる映画煙突町のプペルということで、石垣島で上映したいっていうところでどうやったらいいのか、アドバイス的なのとかご協力をこう感じのお話とかさせてもらいました。現状はコロナ禍っていうところでなかなか難しいんだと思うんですけどね、なんか話聞いた限りできそうな気するよね。確かにね、一人二人じゃ上映っていうのは無理かもしれないけど、ユイシネマを守る会の協力を得て、当日に向けてスタッフを集めてとかいろいろやればできないことないんだなって、そういう気持ちに保険ができたっていうかと思ったんだよね。あとは変山大輝はどう出てくるかまた出てきたね、変山大輝。そう、今変山大輝というキャラクターを推してるんですよね。推しつつ、煙突町のプペルを上映して、そのうちプペルバスを持ってくるという、その変山大輝の熱い気持ちを受けて、そのプロジェクトを今後走らせていこうかなと思ってます。映画もそうですけども、クラファン立ち上げて支援者に魅力のあるリターンを考えていこうかなとは思ってますんで、それは随時ライブ配信とかで、もしくは YouTube 動画でも途中の経過をねお知らせしていきますので、ご興味のある方はぜひライブ配信とかをチェックしていただければと思います。変山大輝ね、面白いからね、彼はね、キャラがね、いつ
つかこのライブ配信にも呼びたいよね。お呼びしたい。定期的にお呼びしたい。すごい前向きのね、なんか鉄砲玉みたいなキャラクターでね。彼は彼で自分のね、あの LINE ライブをちょっとお試しでやってみたんだけど、うーんって言ってたもんね、やんないのって言ったらうーんって言ってたから、多分こうやって人と話してるところの方が彼の良さが出るのかなって思う、かもしれないね、いじり役がいた方が良さがどんどん出る子なのかなって思う。ライブ配信2回で終わって、しかも2回目が顔を出ししないで1分ぐらいで終わってたので、ね、もう心折れちゃう。多分ね、お家で一人でちょっと心細いんじゃないかな、きっと。確かにね、本当にね、いい子なんでね、彼は島に住んでる子供たちを応援したいみたいな、そういう力強い部分があって、だからこそ今は煙突町のプペルの絵本を配っているし、今度は映画を読みたいと、映画を読んで子供たちに見せたいと、最後はそのプペルバスっていう移動展示車両を呼んで、それで子供たち楽しませたいっていうようなことを言ってるんで、すごく魅力のある行動なので応援していきたいなって思ってます。その辺は多分変山大輝自身で発信することは、彼はシャイボーイなんでおそらくできないだろうというところで、自分たちの方から、そこを取材するなりして、こちらのチャンネルで発信していければなって思ってます。彼の行動は面白いからね、すごくね、そんな感じで皆さんお楽しみに、変山大輝の登場をお楽しみに。じゃああれだね、ここのお品書きにも変山大輝って思ったら入れたらいいのに。本日の変山大輝、あ、じゃあ毎日彼の話聞くのもしんどいから、今週の変山大輝か、今週の変山大輝、ってやった方がいいね、活動報告。絶対彼のダメなところはね、今回のね、ゆいしまを守る会の映画を上映するにあたってっていうお話を聞きたいっていう、一番最初に変山大輝が言ってきたから、じゃあちょっと乗っかって、動画回してもいいって聞いてって言ったら、あ、いいですよーっつって、オッケーでーすみたいな感じで。で、当日、20分ぐらい遅刻してきたみたいな。そういうところだね。でもね、それも含めて、彼らしいっちゃ彼らしいしね。で、ものすごい反省してたしね。反省したから全然それは、全然オッケーで。次に繋がるしね。こうやって、なんかどんどん、トライアンドエラーでやっていけば。伸びしろしかないんで。うちの変化は。そう。ほんとそう。で、今なんか、彼なりにまとめてもらってるんで、早くそれを見たいなっていうところっす。これは煙に覆われた煙突町でハロウィンの夜に起きた奇跡の物語。一人ぼっちのルビッチと突然町に現れたゴミから生まれたプペル。日本中が感動した大人も泣けるあの大ヒット絵本がついに映画化。煙突町のプペル。